こんにちは。こんばんは。の人もいるかな。そして。 おはようございますの人も一部いるかもしれないけれども、どうも、のミみるくートです。よろしくお願いします。えー、今日の夜はですね、ミルアカーで同時視聴、シリア戦なんてこともやるんですけれども、なんで今日はね、詰め込めるだけ詰め込みました。えー、週末含めた上での J2J3 順位表、そしてザルツブルーンから河村拓真にオファーその理由とは、プラス、今晩代表戦ですね。ということで、えー、日は何ですか ?3 部構成、4部構成みたいなところでやっていく感じになるかなと思いますけれども、皆さんどうぞよろしくお願いします。ちょっとあまりにもやること 多いというかこれ、正直4本分,分ぐらいの動画になるんですけど、まあ、それぞれまできるだけキャーってこう詰めてやっていきたないなと思います。これ、多分出てるのが5時ぐらいだと思うので、言ってしまえばと2時間ぐらいで代表戦始まっちゃうから。 もう早いところ出しておかないとっていうのもあるんですよね。まあ、うちうちとあれですけど。えそんな感じで、こちらの飲み草とデータラボに関しては、ミルワが同様にいろんなね、動画出しておりますので、えー、皆さんどうぞ、引き続きこちらもよろしくお願いします。ということで、早速ここからいきましょう。まずは、詰め込めるだけ詰め込んだ第1弾、ドン。まあ、これも理由言うだけでいいかなと思ってて、えー、広島、まあ、日本代表、アントサンフレッチ広島のミッドフィルダー、川村拓夢選手に、オーストリアのザルツブルーから、 オファー 遺跡の獲得のオファーが来たんじゃねえかという話の報道が、えー、この10日が出る12時間ぐらい前ですかえー、ネットでもこう出てたなって形でしたけど、そんなにまあ驚くことではまあ正直ないだろうなと思ってて、まあ前日に実はミルアカのメンバーシップでもその遺跡に関するもので、まあこういうことが夏ありそうだぞ、みたいな話はさせてもらってたりしたんですけど、広島勢とか結構正直ある程度、まあある程度とか東京オリンピック世代、あ,あ、ごめんなさい、パリオリンピック、 うに出場しそうな組とか、あと、まあ、元から、まあ、あの佐野回収とかの話も特にしてないんですよ、要は。だって結構リアルな話だからっての、ね。で、川村拓夢かける糸厚きあたりも、それこそ何もないわけでいいだろうみたいな、マイク・マセイヤとかもそうですよね。だからまあ扱わなかったとかはあったんですが、まあ、報道ベースで出た形としては、マツアルツブルグというところですと。で、2億5000万円ぐらいの移籍金ってなるので、まあ、広島としては、もう上々な感じはあるんじゃないか かなぁと思いますけどまあ果たして広島が出すかどうかって言われたらわかりませんが。 河村選手本人が行こうと思うのかどうかってのがまあ唯一ありますよね。もともとご実家が近くだってのもあるし、やっぱりあの広島でやることってところに結構彼自身は結構重きをもともと置いてらっしゃったってところがあるし、でしかも広島にいながらでこう代表に呼ばれてないとかってわけではないので、そう考えると、のむくのかいなかっていうのがちょっと気になるところではありますと。ただ、やっぱり一つ、もともと広島でってのは彼の中の意向としてはあると思いますけど、ただやっぱりヨーロッパが 組とこれだけこう接するような形になって、日本代表としてね。で、そこからもこう存在としてこう。もちろん認知もされ、そして仲間としても認められっている状態で。じゃあプレイヤーとしてのさらなるこうレベルアップってことを考えた時に行くっていう風になるのは結構現実的な話なのかなと思うんです。何が現実的な話なのかって言われたら、広島でいたら1個だけ叶わないことがまあ、少なくともこの1年限定の話なんですけど、叶わないことがたった1つだけあって、それがあの。新 クラブ、ワールドカップっていうところですね。日本代表の選手でも必ずしもその大会に出られるってわけではなく、日本人選手なのであれば、現実的な話はまあ正直浦和レッズに在籍するっていう。 のが最も現実的な手段なわけですが、ただザルツブルグは出るわけですよ。ってことを考えると、その、ま、今年はこれからユーロが始まって、来年クラブワールドカップが同じ時期、5月、6月くらいにあって、で、さらにはワールドカップってことを考えると、その1年前の前哨戦のところで、その世界のお歴キな方と戦ってきたっていう、戦うっていうところは、 かなり明確に自分とか、それこそ市場価値とかを高められるような、しかも前年にちょっといろいろこう、いろんなものを知った上で、翌年にこう挑めるっていう形では、ワールドカップ考えるならば、ここでザルツブルグの船に乗るのは超大ありっていうのはあるかなと思います。 プラス、まあ、あとは新シリーズに向けてとところはどうかなと思うんですけど要はあのセントラルミッドフィルダーのボックスとボックス型の選手ってことをザルツブルグが欲してるってのが正直、な現状で今ね、ね例えばなんでしょう、ねえー、ザルツブルグの同じようなポジションの皆さん、まあ、あのビズトルップとかケアゴーとかいるんですけどその辺りがです、ね、結構お怪我してるんですよねだからで市場価値もっともっと高い方々だったりするので、まあ、出ちゃう話もあったりするから、まあ、怪我もあるし 出ちゃう可能性もあるるんだっったらやっぱり今日本人選手いい感じでこう取れるよねしかも、さらにその選手は成長して、さらなる上のステージへ行っちゃうよねってところから、ザルツブルングのいわゆる経営方針としても結構合うんじゃないかっていう話だろうなと思います。な、ま、ので、本人が後は望めるかどうかってところだと思いますけど、まあ、果たしてどうなるか、それはちょっとね、もうちょっと追っていきましょう。また見る若でもこの話をしていきたいなと思います。そして、えー、続いて週末の話いきましょう。今度は事実の話です。 間違えた。これは J1 の順位表でした。J1 に関しては順位表の更新が特にありません。なので、えー、またね、来週とか週末、まあ天皇杯を超えた後で、またリーグ戦ありますから、それを終えた後で、えー、改めて J1 に関しての話はしていきたいなと思います。それで J2 ですと。実は、え長崎が、えルヴァンカップのプレーオフラウンドを行っていたため、長崎対岩木という、このね、1試合、いわゆるこの2チームだけはまだ折り返ししてないものの、残りの、 18チームに関してはすで、えー、に第19節を終えて J2、えー、シーズン全体での折り返しを迎えることになりました今節はその他も出なければウィナー的に言うとねあと3得点以上も出ないというね、まあ、超ロースコアなあ節だったかなと思いますけれども、まあ、清水が藤井これ静岡対静岡です、ね、の対決があって勝ったりだとかあとは引き分けをまた多かったですね試試試試合合合合って1 1 1が4試合でが1試合で1がでで 試合で一番点入った試合が山口と千葉でバニーチいやいや大変なね説だったかなと思いますけど個人的には今節のベストゴールはもう、あのー、ミルアカノの X でも話しましたけどもやっぱり久保本の大崎選手のゴールですね やっぱ黒木選手からのね、あの、さ、後ろ3バックのビルドアップで、右センターバックの選手がボランチからのレイオフみたいな感じの左に流して岩下がぐんと前にね、えー、キャリーしてってからのグランダクロス。あれは素晴らしかったな。でもあれビルドアップ、3バックビルドアップの一つも完成形じゃないかなと思って、あれは素晴らしかったなと思いますと。んで、 そのまあ得点の話もまあもっとねグーグーしたいな、昨日マンデーライブとかでもしようと思ってなかなかね他の話もしてたって形ではありましたけどもまあ半数来たのでこれも改めてマーさんともしたいなと思ってるんですがちょっとこういうことにもつながってくるよねってことになりましたまあ長崎とその岩きだけは一試合足らないんですけどざっくり言ったらなんですがえもうどこのリーグであろうとも基本的にこれ一つの軸で見ていいよっていうのが優勝とかその昇格権または えー、プレオフ圏内って大体どれぐらいの平均価値点にいくのかって話なんですけど、えー、ベースプレーオフとか含めた上での皆さんに目安にしておいてもらいたいのは今年は J1 も J2 も J3 も全部が20チームずつになったのでもう全カテゴリー同じ基準なんですけど要はまずは優勝とか昇格するんであれば、えー、ポイント数は試合数かけ2です。なんで今,今年からは 全カテゴリーが38試合になったので、38×2.00。いわゆる76ポイント以上取ってれば、まあそういうらへんのところまでいけるよというところですね。なんで、38をすでに超えてるチームってのは、まあ清水と長崎の2チームなので、1試合平均合戦2.00を超えるこの2チームってのは、今のペースをそのまま維持していれば、まあ自動奨学権ってのはかなり見えてくるでしょうと。そして、プレイオフ圏内っていうのは、 1> 1. です38試合 ×1.50 っていうのは57です。なんで、えー、まあ、ざっくり半分にして考えるんであれば29ですか。 なんで現状、見た目の数字で言えば1位、2位の清水、長崎はもちろんのこと横浜、市仙台、山口、岡山プラス千葉まではそのペースよりも上プラス、岩城に関しても1試合少ない状態なので次の試合、次は広告戦って形ですけども。 もともと残ってる長崎戦っていうところで、えー、そこでまあ勝つってことができていればこれはまた彼らもプレーオフ圏内ってことかに乗ってくるなっていうのがあるのでもう横浜 f c 仙台山口岡山千葉岩木の皆さんは今を維持してればうんこのまま行けば問題なくプレーオフ近いところまでいけるからあとはこのペースを落としちゃだめなんだぞっていう形ですね。 例年さすがにこの、ね、上位一ーがそのままずっといくってことはさすがにないのでどっかおそらく34チームぐらいはペースが落ちてきてしまいます。 逆に言うと下の方から上がってくるチームはあると思うので大体いい今上にいる8チーム中4チームぐらいこのまま残るでしょうと上の方に逆に言うと残りプレーオフの2枠あたりなんか入れ替えってことが結構起こりうる話なんじゃないかなと思いますその下となるんであれば9位秋田以降、まあ、愛媛も25だけどさこれ以降の皆さんからまあ残り2枠って感じになってくるかなと思っていますが秋田から大体いい熊本までの大体、まあ、いい21から勝ち点21から25の 皆さんであれば、前半戦、ここまでの仙台ぐらいのペース、いわゆるその熊本から来たぐらいっていたい試合平均価値点が2.0から2え、ごめんなさい、1.20とか2 2 5とか、それぐらいなので、このペースを1.75とか1.8とかぐらいまで後半戦で上げれれば、今の,そのプレーオフいけそうな組のところまではつける近づけることはまあできるんじゃないのと、ただ上を蹴落とさなきゃいけないけどねっていうエクスキューズはつくよねって感じ。 あとは水戸、鹿児島、栃木、群馬という残念ながら今、ボトム4になっているこの4チームに関してはおここから児童昇格圏だとか何、まあ、な,ならプレーオフ圏を狙いましょうというふうになるのであれば今の少なくとも清水とか長崎ぐらいの勝ち点ペースを後半の残り19試合で取っていかなきゃいけません、まあ、というか、まあ、単純に76までいこうと思うのであれば例えばこの中でもく、まあ、じゃあ、一番上の水戸で考えましょうか。 76まで行くんであれば今が18なのでまあ58取らなきゃいけないんですけど。 それはもう残り19試合だからもうきついですね 19×3 って57だから足らないのでちょっと正直自動昇格ってのはなかなか厳しいよねと狙っていくんであればプレーオフ系なの5プラス、ねえー、勝ち点57ってところですから今の水戸とか鹿児島だったら大体40ポイントぐらいを足さなきゃいけないってなると今の清水とか長崎みたいな、まあ、長崎でいったらこの前半戦はまだいっぱいですからそれぐらいのペースでやっていければプレーオフは 考えられるとただ、さすがにそのペースってのはちょっと現実味が高いわけではないので、まあ、まずは残留争いのところから脱出してやっぱりこの注意争いをしている秋田、愛媛、大分、藤枝、甲府、山形、徳島、熊本このゾーンにいかに早くボトム4の、ね、この4チームは入っていけるかで残留争いってことを脱出できるかってところが、まあ、キーなんじゃないかなというふうになってきそうですと。 そしてあとは J3 の本見ていきましょう。まあ、J3 も、えー、富山対岩手、まあ、いわゆる富山がね、プレイオフ、ルヴァンカップのプレイオフラウンド、まあ、残念ながら札幌に敗れてしまいましたけどもお、そちらがありましたよという説なので、富山、岩手だけはちょっと延期という形になっていたりしますと。まあ、それ以外で見ていくと、すごいのが、一番上大宮は、ね、超強い、えー、これで2位沼津に対しても勝ち点11差。 まあ十分につけていってますよねで。そこに沼津、琉球、FC 大阪、相模原といってその後は勝ち点23でなんとこうチームが並ぶ格好福島、金沢、長野、松本、今治ただそこにね1試合、富山が少ない状態ですから。 富山が例えばそのね、空いてた岩手戦に勝っちゃうとかぐらいな感じになると、まあいわゆる相模原と福島の間ぐらいまで、まあやっぱり2、まあ勝ち点1差、1差なですね、1勝差のところで、まあこれだけね、えー、いろんなチームが並んじゃうよというところになりそうだと。 ま、あとはね、また監督交代とか色々起こるかもしれませんけど、ちょっと J3 の話もね、えー、昨日ちょっとマンデーライブのところでは、まあ、主に宮崎多かったんじゃないかなと、相模原とか、その話したしあと福島か、その話はしたんじゃないかなと思いますけれども、ちょっと改めてね、またどこか、まあ、ちょうどこちらもそろそろ半分届くぞってタイミングもあったりするので、えー、そのあたりはまた話していきたいなと思っていたりします。そして、えー、今日の夜なんですが、 見る分かれ、19時ぐらいから、なんでこの動画出てるあたりからすれば2時間後ぐらいですか、えー、日本代表戦の同時視聴配信やります。えー、大幅入れ替えという形で、ミャンマー戦からは多分9人中に人入れ替わるんじゃないかと思われます。大前長友竹っていうところのコンディションはやや心配ではありますけどね。ただこれでレバー空前型の325、そしてえスポルティング型の3151っていうところの、 もう再度チェックっってて感じになってくるでしょうかね多分今回も似たような形であるだろうかなというか、だから、まあ、前回の補足みたいなところで言うんであれば、やっぱりシャビ・アロンソ型の3、4、2、1ていうような、まあ、3、2、5っていうようなやり方をやってくるでしょうから、まず相手はロングボールをシリアはやってくるんじゃないかって想定があるみたいなので、別にそれやってこないんだったらいつも通りやればいい話ですから、別に何でもいいんですけど、仮にやってくるんであれば、恐らくも板倉、または町田、どっちかがターゲットとして当てられるか。 形になると思うのでままずはそこででボールを奪いましょうとでできればその反対側の選手から行くって形でいいと思いますけどうーんどうだろうね、まあまあ、い,いや一旦たん、まあ、町田君使っていきましょうか。ってなったら板倉は一瞬下がっても僕はいいんじゃないかなそしてえ片方のもう1人のセンターバックの選手が前に上がる前回で言ったら橋岡と伊藤洋樹の関係性ですよねで。こんな形にして相手のウイングを下げ,させ下げさせるってこともちょっとやってきそうだしなんだったらそのカバーに冨安が入るそして板倉が そこのカバーに入るって形でできるだけ空白のエリアをねこうやって作っていくってこともよくやっていたのがレーバー空前の方だったかなと。ただ、それプラス相手が押し込まれて下がっちゃうようなのであれば1枚センターバックだけはまあ残していくよってことはしてて全然いいと思うんですけどおそれ以外の方がちょっとずつこうねアンカーが前に入る板倉が中盤に入る青が前に出ていってまあ町田は球出し担当まあイと板倉かもしれないけどそこが前に当たってまあウイングバックの ところは多分ねウィングがこう下がる形になると思いますけれども、それぞれがこう絞っていって、絞っていってみたいなこともあるかもしれないけれども、そこで一、ね、人優遇になるこの田中碧選手がいろんなところで入りすることによって、まあ、いろんなアクションを企てることができて、3、2、5というところからのビルドアップからの球出しなんてこともあるかもしれないし、もしくはこちらの3、1、5、1というパターンで、えーまあ、綾瀬選手が前に出る、田中碧選手がトップ下剣にするみたいな形からアタックしていくことは結構あるんじゃないかなと思いますから、こういうところを注目してみて 見てていいいければいいのかなと思っております、まあ、そんな感じで川村選手の件も含めてですけれども、まあ、J2J3 そして代表の話までこうサクッとこうさせていただきました。えー、今日の夜、改めて同時視聴ですけれども、こちらでもまたね、明日はまた動画を上げていこうと思いますので、えー、皆さん、えー、こちらもご引きによろしくお願いいたします。そんな感じで、またどうぞ今後ともよろしくお願いします。のみさとでございました。また夜に別チャンネル見るわかりでお会いしましょう。それでは。